ドレスデン通貨条約は1838年に締結された多国間条約。ドイツ関税同盟で使われている通貨をある程度統一しようとした条約だった。条約はドレスデンで行われたドイツ関税同盟の総合造兵会議で合意され、1837年に南ドイツ諸国が貨幣を統一したミュンヘン通貨条約の影響を受けている。 ドレスデン通貨条約は1838年7月30日に締結され、1839年1月7日の会議で関税同盟の加盟国により批准された。条約の締結国はプロイセンターラーカグルデンを採用することに同意、カワセレート1ターラーイコール1.75グルデンに固定した。条約の締結国はドイツ関税同盟の加盟国である。 バーデン大公国、バイエルン王国、自由都市フランクフルト、ヘッセン大公国、ヘッセン・ホンブルク公国、ヘッセン・センテイ公領、ナッサー公国、プロイセン王国、ロイス・ゲーラ公国、ロイス・グライツ公国、ザクセン・アルテンブルク公国、ザクセン・コーブルク・ゴータ公国、ザクセン・イコール・マイ・ニンゲン公国、ザクセン・バイマル・アイゼナハ大公国、ザクセン王国、シュバルツ・ゾンダース・ハウゼン公国、 シュバルツルード公国、ビュルテンベルク王国だった。1857年までに、ブラウン・シュバイク公国、ハノーファー王国、オルデンブルク大公国が、ドレスデン通貨条約に加入した。ルクセンブルクは1842年に、ドイツ関税同盟に加入したが、ドレスデン通貨条約には加入しなかった。1857年、ドイツ関税同盟加盟国と、オーストリア帝国が、 ウィーン通貨条約に同意したことで、ドイツにおける貨幣の統一がさらに進められることとなった。ありがとうございます。